レモンチャンネルのレモンです。今回は夜で見る CLA のイルミネーションと機能面について簡単に紹介していきたいと思います。アンビエントライトが好きな方はぜひ見ていってくださると嬉しいです。 CLA といえば先代モデルからインパクトのあるテールライトが特徴で、フルモデルチェンジされた CLA もかなりかっこよくデザインされています。このテールライトはフロントライトと同じデザインを使うことによってかっこいい後ろ姿を演出できるようになっています。他の車種と被ることがないデザインなのですごくいいなと思いました。ドアのロックを解除するとライト類はすべておしゃれに点灯していきます。フロントライトは他のクラスと同じく光るようになっていて、テールライトは LED がじわっと点灯するように改良されていました。この点灯の仕方は後期モデルの C クラスよりもかっこいいと思います。サイドミラーのウェルカムランプも LED へ変更されていて、やっぱり電球色より白い LED の方が個人的には好きだなと思いました。 CLA のボディラインは非常にスタイリッシュで、夜にちらっと見える車内のアンビエントライトも素敵ですよね。この車両は AMG ラインというオプションが装備されていることもあって、ホイールは C クラスと同じデザインのものが装着されています。前輪だけがトリードディスクになっていて、キャリパーにメルセデスベンツのロゴもついています。なのでかなりスポーティーな印象を与えてくれます。 CLA の外装で好きなポイントがもう一つあって、それがこちらになります。シフトレバーをバックに入れるとリアのカメラはこのように出てきます。このギミックかっこよくないですか？個人的にはかなり好きなポイントです。運転席のドアを開けると先代モデルと比べてかなりドアが軽いと感じます。ここに関しては重量感のある先代モデルの方が個人的には好みでした。ただ目に見えない部分の骨組みやヒンジなどが改良されていて、軽量化しているにもかかわらず先代モデルと変わらない安全性を実現しているとのことです。カーテシランプは先日紹介した C クラスと違って最初から LED になっていました。ドアの乗車ステップも上位グレードと同じようにメルセデスベンツの文字が光るようになっています。 AMG ラインのオプションが装備されているので、シートはスポーツシートになっています。このスポーツシートは少し固めに作られていることもあって、好みが結構分かれるんですよね。ノーマルシートへ変えることもできるので、ご購入する際はぜひ一度試乗することをお勧めします。では乗り込んでいきます。新しい CLA の内装は本当に美しくって、先日この動画で CLA の内外装を紹介したけど、夜になると車内の雰囲気はガラッと変わってしまいます。アンビエントライトは AMG ラインかレザーエクスクルーシブパッケージのオプションで装備することができて、夜間の車内をセクシーな空間へ変えてくれるので、夜にドライブデートしたら絶対に女性は喜ぶと思います。特にこのエアコンの吹き出し口が個人的に大好きで、ずっと眺めていても飽きないくらいかっこいいと思います。吹き出し口の操作性と質感も高くって、カチッという音も非常に上品だと感じました。昼間ではわからなかったけど、車内は S クラスと同様に全てのスイッチのバックライトが白い LED に改良されていました。 C クラスはまだオレンジのバックライトのままだけど、やっぱり白い LED の方が高級感があるなぁと改めて実感します。 CLA の車内は全体的に質感が高くって、手で触れられる箇所は基本的にメッキ塗装されているか柔らかい素材で作られています。このメモリーシートポジションは小さな改良が加えられていました。モデルチェンジされる前のメルセデスはボタンを直しすることでシートポジションを調整していたんだけど、新型メルセデスはワンタッチでシートポジションを調整してくれるようになりました。この改良はすごくいいですよね。この1枚パネルのワイドディスプレイは上位グレードと比べてしまうと、画面のサイズは少し小さいですが、実は全ての最新機能が継ぎ込まれています。乗車した際のアニメーションもかっこよくてテンションが上がりました。こんな感じにタッチパネルになっているので操作性が向上していて、レスポンスもいいのでスムーズに操作することができます。 A クラスから搭載されている NVUX も装備されていて、こんな感じに使えます。はい、メルセデス、どうぞお話しください。今日の天気を教えて。現在港区の天気は曇りで気温は25度です。
サンシェードを開けて。電動ブラインドを開きます。色を青にして。かしこまりました。色を変更します。音声で車を操作することができて、イメージとしては iPhone の Hey Siri みたいな感覚で使用することができます。他にもエアコンの温度を調整したりもできるので、とっても新鮮な感覚でした。ナビの操作はタッチパネル以外にも他のクラスと同じくステアリングでも操作できるし、このタッチパッドでもナビを設定することができます。初めてご利用される方は少し覚えることが多いかもですが、慣れればすごく便利だと感じるようになるかと思います。下に行くとエアコンなどを操作するスイッチ類があって、このボタンはとにかく上質で、押した時の感覚と音は癖になってしまうと思います。このスイッチ音良くないですか？他にはボリューム調整と走行モードの切り替えスイッチも上品な操作感覚でした。唯一タッチパッドの横にあるスイッチはプラスチック感があって、この部分を後期モデルで改良できたらよりラグジュアリーな空間になるかと思います。ドリンクホルダーに関しては左右で使えるタイプになっていて、非常に使いやすいと思います。中にはアンビエントライトの照明も備わっていて、ペットボトルを置くとなんとドリンクが綺麗にイルミネーションされます。上にはワイヤレスチャージャーがあって、対応しているスマホであれば置くだけで充電することができます。ただスマホのケースが分厚いと充電されない場合があるので、置くだけ充電を使う際は薄いタイプのスマホケースがおすすめです。 CLA のヘッドアップディスプレイですが、アドバンスのパッケージで装備することができます。個人的にちょっと驚いたのは、レモンの C クラス、S クラスと比べて表示できる情報が増えていました。こんな感じに細かく設定することができるようになっています。主に速度と自動運転の設定、ナビ情報、制限速度などを確認することができて非常に便利だと思います。使わない方はもちろんオフにすることもできるので、自由に切り替えができるようになっています。フルモデルチェンジされた CLA のアンビエントライトは64色から色を選ぶことができるようになっていました。お手軽に最高な色を選ぶことができるマルチカラーという設定も備わっています。これはメルセデスが心理的にラグジュアリーな気分にさせてくれる色を厳選していて、以前は E クラスか S クラスでしか使うことができなかったです。 E クラスでもマルチカラーを楽しめるのは本当に嬉しいなと思いました。ではマルチカラーを何種類か切り替えていきますので見てみてください。いかがでしたか？個人的にはやっぱりパープルスカイの配色が一番好きです。今までにないほどかなり明るく光るようになっているので、想像以上にアンビエントライトを楽しめると思います。では最後に走行モードについてですが、 CLA200D の走行モードにはエコ、コンフォート、スポーツの3種類があります。他のクラスと一緒でスポーツモードに入れるとステアリングが重くなって、アクセルがより敏感に働きます。車内から聞こえるエンジン音はこんなイメージです。個人的には 200D モデルでも十分にエンジン音を楽しむことができると思います。ディーゼルエンジンということもあって加速もあるので、バランスの取れたモデルだと思います。フルモデルチェンジされた CLA は本当に素晴らしくって、動画では紹介しきれないほどの安全性能も備わっています。 S クラスと同等のセーフティー機能なので、万一の時も大事なお体を守ってくれます。この点に関してはすごく安心できますよね。先日ドライブの時に自動運転を試してみたんだけど、かなり高い精度で追従したりステアリングをアシストしてくれました。本当にどのクラスを購入しても楽しく安全にお乗りいただけると思います。今日紹介した CLA の内装はこちらのクラスの内装とほぼ同じ仕様になっているので、購入を検討されている方はぜひご参考にしていただけたら嬉しいです。それでは本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、レモンチャンネルでした。バイバイ。